ブレンネンダー、ベルク・ブレンネンダー・ベルクは、ドイツザールラントのドゥットバイラーと、ズルツバッハのイバイラーの間にある、深く狭い渓谷の天然記念物。ここでは1688年に、炭素火災が発生し、現在もくすぶり続けている。現在も、火災の正確な原因はわかっていないが、おそらくは、圧力と分解作用による自然発火と考えられている。伝承によると、 羊飼いが木の切り株に火をつけたところ根まで炎症し、地下の炭素に達したのだという。一度は水で消火を試みたが、成功しなかった。炎を吹き出しはしないものの、灼熱が発生している。かつては岩の荒れ目から、この灼熱を見ることができ、かなりの煙が噴出していた。18世紀の終わりには、この火災は弱まり始めていた。今も天候によっては、 煙が見られ、少なくとも、ある一つの岩の割れ目からは、温風の吹き出しがある。ブレンネンダーベルクはこの地域の観光名所の一つとなっており、遠足や修学旅行でよく訪れる場所である。ドゥットバイラーのノイバイラー通りの端にある駐車場から行くのが便利である。ゲーテも1770年にここを訪れ、記念碑にそのことが記されている。後にゲーテは改装して、 次のように書いた。我々は、ドゥットバイラーの豊かな炭鉱、鉄、病板、そして燃える山について聞いていた。そしてこの身近な脅威を見に行く準備をした。我々は渓谷に入り、燃える山の近くまで来たことに気づいた。我々は強烈な幼衆に包まれた。洞窟の壁の一部はほとんど灼熱し、赤や白にいぶされた岩で覆われていた。 岩の割れ目からは濃い煙が立ち上り、厚底の靴を履いていても、地面の厚さを感じることができた。ゲーテ、ありがとうございます。